おはざーす。エフラモチアフセのモザイクです。今日はですね、皆さんね、ご存知だと思うんですけど、まあ、学歴プラス、街頭インタビューを、主軸とした、若手 TV っていう、YouTuber の2人組の方がいらっしゃいまして、その方は、ほとんどね、毎日投稿みたいな感じで、もうどんどん投稿されてるんですけど、動画を。それのね、前の動画で、アホマチック天国って、水戸編みたいなのありまして、それについてね、話していきたいなと思います。まずアホマチック天国とは何ぞやって話なんですけど、多分この語呂だけでもわかるとは思うんですが、アドマチック天国から、取ってつけてる名前でして、どういうことやるかっていうと、いろんなね、都市というか町に行って、その町にいる人の偏差値ってわかりますよね。この学力的なのの分布で、どんぐらいの、自分が今どんぐらいの位置にいるのかって表すのが偏差値で、50が真ん中になってて、60、70、40、30、30はあんまり聞かないですけど、そういうのがあるんですけど、さっき話したアドマチ、これがアホマチックの、ベースっていうか、元になってるんですけど、このアドマチっていうのは、出没アドマチック天国っていうバラエティ番組で、1995年からにやられてる番組ですね。はい。で、それはとりあえず置いといて。で、このアホ待ちなんですけど、最近ね、あんまりアホ待ちは、アホ待ちですね。アホ待ちの方は投稿されてなくて、ちょっとね、今見てみますね。分かって TV さん。結構最近ショートが多いんですけど、キャンパス調査とか、モテる大学調査とかが結構連続してたのかな。いや、それはそのもっと前で、ウィーヤマさんの恋愛相談とか、小中高通った塾とか、低学歴褒めようとか、エフランダイの実態みたいなのが、そういう動画、企画系の動画が重なって、アホマチック天国は、ほぼ2週間ぶりというか、結構あれですね、間隔空いた感じなんですけど、僕もね、ちょっと楽しみにしてるというか、そのいろんな街の、もちろんね、こう、脚色が強いというか、その街にいる人が、必ずしもその動画に映ってる人だけってことはないんですけど、いろんな人がいるなっていうのを見れるので、そういう意味でね、楽しんでというか、見させていただいてたんですけど、いつも。今回は、茨城県の、ギャルと大喧嘩っていう風なサムネになってまして、ヤンキーの巣窟、茨城県水戸でアホマチック天国みたいな、すごいもう、煽りの強い、そのタイトルになってますけど、茨城そんなにヤンキー、わかんないです。関東地方の北の方は比較的ヤンキーが多いと言われてますよね。僕もネットとかで、聞いたりするんですけど。で、今回ね、どんな感じだったのかっていうと、そもそも茨城県っていうのが、この若手 TV のメンバーの B 山さんの方のご出身の場所なんですよね。水戸では確かなかったと思うんですけど、はい。では、早速話に入っていきたいと思います。今回の、なんて言いますかね、メインのポイントというか、僕が思ったところっていうのは、結論から言っちゃうと、ヤンキーと進学校の人の対比かなっていうのが、今回の動画で言えることで、何人かね、たくさん出てきたんですけど、その中でも僕がピックアップするのは、水戸南高校、高校偏差値46とからしいですね。と、あと水戸一高校、偏差値73の高校の人と、ちょっと私立、名前ぼかしてましたけど、多分ね、江戸川学園取手高校の生徒。この3組をちょっと軸にして話していきたいなと思ってまして、最初にね、出てきたのが、この水戸南高校なんですね。水戸南高校、多分地元の人からしたら馴染みはあると思うんですが、あんまり自分としては、自分そんな高校詳しくないっていうのもあるんですけど、聞かない名前の高校で、結構見た目もなんかギャルって感じ。だからギャルだからってギャルメイクしてるかとか、でもなんか雰囲気的にちょっとギャルっぽいなみたいな高校生の方で、3人組だったんですけど、彼氏がこんなんだよとか、なんかちょっと最近は、逆にその3人の中で今は彼氏いないよみたいな話をして、で そのところにちょうどその水戸一高校偏差値73の眼鏡をかけた男子生徒が通りかかったんだか知らないんですけど、来たわけですよ。でそれでなんかふうみんさんがどうみたいな、最近彼氏と別れたんでしょみたいな、でこっちの子は彼女いないみたいなしどうみたいな、そういう風ななんかそのくっつけるじゃないですけど、ネタでやってるところはあると思うんですけど、そういうシーンがあったりとかしたんですけど、明らかに見る限りだと、偏差値が高い、水戸一高校っていうのは、僕、あんま高校詳しくないって言いましたけど、公立進学校ボットさんだったりとか、いろんななんかランキングみたいな、東大の進学者数ランキングだったり、合格者数ランキング、嘘ですね。ほとんど国立だから進学するんで、進学者数ランキングとかで、結構上位に来る高校なんですよ。だから僕でも知ってる、関東の中でもかなり有名な進学校というか、公立のところなんですけど、そこに通ってる生徒、
が出てきたのに、明らかにその偏差値が高い生徒の方があんま楽しそうじゃないんですよね、人生において。まあわかんないです、なんかすごい趣味があってとか、毎日実は友達が囲まれててとか、あの彼女いないって言ってるけど本当はなんかあの女性にモテまくってて遊びまくってるのかもしれないし、それ以外でもなんか芸術を極めてるとか、この動画内で言ってないだけで楽しいなんか趣味みたいなそういうのはあるのかもしれないですけど、動画から見える感じだとあんまり楽しそうじゃないんですよ。若手 TV は偏差値至上主義なので、高学歴の方が幸せで高学歴の方がいいっていう、そういうなんかルールというか暗黙の、ね、価値観で動いてるんですけど、まあ、明らかにおかしいんですよ。水戸南高校の偏差値が46だったら、73の水戸市高校にいる生徒はもっともっと楽しいし、もっともっとキラキラしてる、充実してて楽しそうなはずなのに、まあ、明らかにそこで、まあ、矛盾が生じてるわけですね。で、なんか、で最後にそのさっき話したこう2人をくっつけるみたいなのがあったんですよ。それでなんか、まあ、若干遠回しいんだけど、水戸南高校の女性の方が、まあ、ちょっとなんかちょっと自分と合わないかなみたいなことを言って、でなんか2人結局くっつかないでみたいなあったんですけど、その後にあのなんでもっとアピールしないとダメじゃんみたいなことをふうみんさんがこの水戸一高校の男子の子に言うわけですよ。でそれに対していやーみたいな、いろいろはぐらかして、最後にいやーやっぱり水戸一高の子の方がいいですねみたいなことを言うわけですよ。でこれ聞いて僕はもう本当衝撃が走って、もうすでにこの子の中にもうなんか若手 TV というか学歴中的な考えがもう根付いてるなっていうか、本当はその合わないとか、あとなんかその自分の魅力をうまくあの相手にアピールできてないとか、いろいろ理由があるのに、あの完全にその偏差値的な、まあ、あの同じ学校の子がいいですって言えばいいのに、なんか水戸一の子がいいですって言ってる時点で、まあ、明らかになんかそのちょっと学歴中っぽさがあるじゃないですか。でこの強がりみたいな、でこれはあの在学中は確かにいいんですよ、水戸一の、まあ、生徒ですと、水戸一っていう、 もう地域で一番の進学校ですみたいな、でまあ本当にもうそのね、なんか私服らしいじゃないですか、だから私服で歩いたら水戸一なのかなみたいな思われたりするし、まあ、あの近所の人からもうわすごいなんて賢い子なんだみたいな思われるかもしれないけど、卒業したらどうなっちゃうかって話ですよね。現実問題、まあね、公立の進学校すごい優秀ですけど、あの生徒の、まあ、やっぱり下位何パーとか、まあ、真ん中ら辺でも絶対どんな進学校でもやっぱ下位層で、まあ、一応2等5万円ぐらい止まるとは言われてるんですけど、まあ、大体そんぐらいの大学に、まあ、行くことになる人はいるわけですよ。別にそれこれがね、2等5万円が悪い大学って言ってるわけじゃないんです。ただ偏差値の序列的にはあの一応大学の真ん中とか真ん中よりまあ上か下かの若干のそのね、人によってまあ意見分かりますけど、偏差値的には真ん中ぐらいのところの大学に行くことになる可能性はあるわけですよ。このもちろんね、このインタビュー受けた男子の子がすんごい勉強が得意で、もうクラスでというか学年で一番とか、でも本当にもう東大だの、もうちょっとね最近あれになりますけど、イカシカなのにもう入れるような、そういうのに有望な生徒なのかもしれないですけど、もうそうじゃなかった場合、仮に今ね、今この状態で水戸一っていうそのブランドをすごい武器にしてる状態で、もし卒業してそういう、なんだろう、最難関大学とかに受からなかった場合、この子はどうなってしまうのかって考えた時に、もうね、若手 TV をもう見るのをやめるしかないですよねみたいなことをちょっと思いました。でもう一個あって、まあ、あの多分学校側が私立でブランドイメージだったりとか、まあ、いろいろあって学校名出さなかったんでしょうけども、多分水戸で一番の私立ってことですから、まあ江戸川学園取手高校だと思うんですけど、その生徒も出てきたんですよ。でその生徒はなんかクラス T シャツを、まあ、楽しそうに、まあ、若手 TV のなんかそのやめろお前っていう B 山さんがよくセリフが書かれた T シャツをこうやってバッて見して、あこれあの僕たちのクラス T シャツなんですよみたいな、2人の男子でめちゃめちゃ楽しそうなんですよ。まあ、 あの若手 TV にハマることの是非はありますけど、でもまあなんだか楽しいと、だから結局偏差値じゃないよねっていうことなんですよ。江戸取りはちょっとなんか医学部コースみたいなのがあって、そこだと確か水戸一高校よりも高いみたいな、で普通科だと水戸一より若干低いみたいなのあると思うんですけど、でもそれで言えば水戸一の方が難しいわけじゃないですか、偏差値って言ったら。まあ医学部コースかもしれないですよ。でもそれなのにやっぱりその江戸川学園の人の方が楽しそうにしてるっていうのは、結局その若手 TV は偏差値至上主義っていうような考えを推し進めてるけど、結局のところ学歴よりもその場のコミュニティに馴染めるかどうか、結局ヤンキーでも優等生っぽい子でも、まあ、人生が楽しいのかどうかっていうのは全然違うんじゃないかみたいな。でまあ、学歴よりも大切なものっていうか、学歴だけじゃないよねっていう若手 TV が抱える、まあ、自己矛盾みたいなのが垣間見える回でした。はい、じゃあちょっとこんな感じで今日のね考察というか感想みたいなのを終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録コメント等よろしくお願いします。モザイクでした。